はい、ラウンド6、鈴鹿1000キロ、金曜日、搬入日なんですけども、鈴鹿着きました。ちょっとですね、台風10号の影響で週末の天気、明日は大丈夫だと思うんですけど、日曜日の天気が、どういう形かまだ分かりません。去年はですね、4秒差で4位、関口選手がですね、後半、ちょっと濡れてる中ですね、かなり追い上げをしてくれて4位、あと表彰台まで1歩ということだったんですけども、ただ最近のですね、関口選手 SF でも優勝してますし、国本選手もですね、Q3 残って、この前の SF は4位かな、2人ともですね、若いながらにトレーニングもしてですね、すごい上り調子で来てます。彼らのですね、実力をこの GT 横浜タイヤとともに生かしたいと思いますので、まあ、5回ピット、6スティントなんですけども、いろいろな作戦を考えて、全力で、今回は表彰台のてっぺんを目指して頑張ります。できれば晴れでレースをしたいと思ってます。皆さん熱い応援よろしくお願いします。